こんにちは、トモマジです。今回の動画はアンバサダーホテルで結婚式を挙げた翌日にシェフミッキーとディズニーランドに行った時の Vlog 動画です。家族全員でシェフミッキー、ディズニーランドに行ったのですが、とっても楽しかったです。天気が少しだけ雨模様でしたが、そんなことも関係ないぐらい楽しむことができました。両親たちは何十年ぶりかのディズニーランドに大興奮。とっても楽しい思い出ができてよかったです。それでは動画スタートです。今回の動画は前回の結婚式の Vlog 動画からの続きになります。ぜひ先にこちらの動画をご覧ください。結婚式の翌日の朝はシェフミッキーに行きました。そしてシェフミッキーに行く前にこちらご覧ください。幻の缶バッジです。フェアリーテイルウェディングをあげた方のみもらえる缶バッジです。すごく可愛いですね。結婚式が終わった後にこの缶バッジをもらいました。フェアリーテイルウェディングをあげる前からネット上でこの缶バッジの存在を知っていたのですが、想像以上に可愛くてびっくりしました。結婚式のスタッフさんたちに聞いたのですが、この缶バッジをつけているとスタッフさんやキャストさんにたくさん声をかけてもらえますよということで、この缶バッジをつけて早速シェフミッキーに行くことにしました。すると期待通りシェフミッキーの受付さんから一発目のおめでとうございますをいただきました。その後もホテルのスタッフさんたちにもたくさん声をかけていただきました。今回初めてシェフミッキーを利用したのですが、レストランの中はとっても可愛くて、入った瞬間ドキドキワクワクしました。これは絶対に予約が取りづらいっていうのがすごく分かりましたね。料理も朝からとっても豪華で、何を食べるかどれを食べるかすごく悩みました。結婚式の前日もシェフミッキーを利用した時になかなか料理を吟味することができなかったので、この時にじっくり見ています。結婚式も終わったので朝から胃袋制限なしでたくさん食べてしまいました。レストランの中にはきっと今からパークに遊びに行くんだろうなっていう方たちがすごくたくさんいました。シェフミッキーのレストランの中は可愛いで溢れていて、どこを見てもミッキーミッキーで、とっても幸せな空間でした。そして朝からミッキーに会うことができました。とっても可愛いです。眠気が吹っ飛ぶ可愛さですね。前日の結婚式疲れが一気に吹っ飛んでいきました。先ほどお見せした缶バッジにも気づいてくれて、たくさんハートを連発してくれたミッキーでした。朝一からミッキーに会えるのはとっても贅沢ですね。料理がとっても美味しかったので、ついついたくさん食べてしまいました。ディズニーホテルのレストランはどこに行っても本当に内装が可愛くて可愛くて、すごく幸せな気分になりますね。朝食を食べ終えてから少し休憩をしてディズニーランドに行きました。残念ながら今回はあいにくの雨模様でしたが、アニメにも負けずシンデレラ城は相変わらず素敵ですね。小雨から逃げるために
とにかく雨に濡れないアトラクションにたくさん乗りました。雨の日のジャングルクルーズはとってもリアルでした。小雨が降ったり止んだりととても微妙な天気でしたので、シアター系のアトラクションにほとんど午前中は行っていましたね。そして雨が弱まったタイミングでドリーミングアップが始まっていました。40周年イベントが始まる前だったので、もうこちらは見納めのドリーミングアップですね。このパレードの曲を聴いてしまうと涙が出るのは私だけでしょうか。コロナ禍で一時期見れなくなってしまったパレードなので、ついつい思い入れがありますね、このパレードには。美女と野獣のベルもカッパを着てパレードに出てきました。プリンセスたちもしっかりみんなカッパを着て頑張ってパレードをしてくれてたので、すごく嬉しかったです。パークに到着直後は雨が強かったのでパレードがないだろうなと思ってたんですが、パレードが決行されていてよかったです。そして昼食はザ・ダイヤモンドホース州に行きました。プリマハムがスポンサーになっているレストランなので、もう美味しい料理が出てきて大満足でした。そしてお店のキャストさん方が結婚式の缶バッジに気づいてくださって、不意打ちでこんな風にお祝いをしてくださいました。朝も昼も豪華な食事をとってしまい、お腹がもういっぱいいっぱいでした。そしてお昼ご飯の後はシンデレラのフェアリーテールホールに行きました。今回初めてシンデレラ城の中に入ったのですが、こんな素敵な場所だったとは。360度どこを見てもキュンとしました。以前パークに来た時はここのシンデレラ城は改装工事とかをしていて入れなかったんですよね。なので今回はシンデレラ城の中が見れてとっても嬉しかったです。ついついあちこちを夢中で見ていたら、家族とですね、どこに行ったかはぐれてしまいましたね。そしてこちらがフォトスポットでもあるだろうお城の中心部です。とっても世界観がすごいですね。記念に写真も撮っておきました。そしてシンデレラ城からの眺めはこんな感じです。なかなかいい眺めですね。ここから階段を降りてシンデレラ城の中にあるガラスショップに行きました。とっても綺麗なシンデレラ城が売られてました。お値段400万円のシンデレラ城です。そしてこちらガラス細工の素敵な商品がたくさんありました。写真立てを購入し名前を彫ってもらうことにしました。そしてこちら It's a small world です。とっても可愛いですね。世界で一番幸せな船旅へレッツゴー。ディズニーランドといえばこの乗り物と言っても過言ではないぐらいのアトラクションではないでしょうか。平均年齢高めの家族ご一行でしたが、みんなウキウキワクワク、このアトラクションを楽しむことができました。赤ちゃんから大人まで楽しめちゃう唯一無二のアトラクションですね。個人的にはこのアナとエルサ、そしてオラフがいるところの部分が好きです。とっても可愛いですよね。こちらシンデレラ城の裏側です。 It's a small world の方からの眺めになりますね。父と母はいっぱいここで記念撮影をしました。シンデレラ城の表側はちょっと改装中でこんな感じでしたね。そしていつの間にか雨は降らなくなっていまして、ちょうどまたパレードが始まっていました。
ミニーちゃんのパレードです。とっても可愛いですね。このパレードでは一緒に踊るっていうのがすごい醍醐味だったみたいなんですけど、あのダンスは覚えてなかったので、とりあえずぴょんぴょん飛んでおきました。しっかりダンスも予習してくればよかったなとこの時思いました。午前中も午後もどちらのパレードも見れて、とっても幸せな一日でした。パレードが終わった後はこちらを食べました。リトルグリーンメンマンです。かわいいですね。そしてこちらはバズライトイヤーです。夕方になる前ぐらいからはずっとトゥモローランドのあたりで時間を過ごしていました。こちらのバズリアルすぎてかっこいいですね。そしてこちら夕方の美女と野獣のエリアです。新エリアなのですが、とっても素敵な空間でした。この日はファストパスもプレミアムアクセスも全滅で、美女と野獣のアトラクションには乗れませんでした。夕方からエレクトリカルパレードが始まりました。もうこのキラキラ輝くこのパレードは何度見ても幸せな気分になりますね。やはりパレードの時間が近づくになると場所取りをたくさんされてる方がいて、結局私たちは間に合わず、なんとか立ち見でしっかり見れるところに居座ることができました。ついついパレードはカメラで撮りがちなんですが、絶対目視で見るべきですね。唯一無二のキラキラピカピカのパレード、よく私は YouTube でいろんな方が撮ったパレードの動画を見ております。結構それが私の趣味でもあります。そしてプリンセスが来た時はもう可愛すぎて、もうたまらんですね。本当に可愛いです。プリンセスの中での推しはベルなのですが、もうこのベルのゴンドラ可愛すぎませんか。この時の私のもう頭の中はハートでいっぱいです。こちらはオラフとエルサです。アナ雪も私の推しでもございます。可愛いですね。ちなみにオラフの人形が私の家にも一体あります。可愛いですよね。なんとも鼻の人参がキュンと来てしまいます。ちなみにいつも思うのですが、どのプリンセスが一番人気なんでしょうね。一度オリエンタルランドさんに調査をしてもらいたいです。そしてこちらは夜の美女と野獣のエリアです。アトラクションに乗れなかったので、何度もこちらの美女と野獣エリアに足を運んでは眺めておりました。土産屋さんもとっても可愛くて、ついついちょっといろいろと買いすぎてしまいました。そしてこちらのエリアからも花火が見えました。絶妙な角度だったんですが、微妙にこうお城と花火といい塩梅で画角で見ることができましたね。花火を見終わった後はもう帰ることにしました。今回はホテルに泊まっていたので、すごく足取りが軽やかでしたね。電車で帰るとなると
足が重いんですけど。そして最後の記念撮影忘れずに真正面のところで撮りました。そしてこの人々すごいですね。帰る時にはこんな感じで人でごった返してました。舞浜駅の前はもううじゃ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 人がたくさんいて、やはり春休み毎シーズンだったんですが恐るべしって感じでしたね。いやー今見てもすごい。そして無事にホテルに到着して、もうこの日は疲れ果ててボタン級でした。パークの Vlog 動画はここまでです。やっぱりディズニーランドは最高だなって思いました。結婚式の後の思い出が作れてよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。